どうも、ハシキザメサメ社会学者リッキーです。普段メインチャンネルやザ・ワールド・オブ・シャークスというホームページでサメの生態とか環境問題の発信を行っています。今回お話しするのはですね、批判するときに批判対象を大きくしすぎない方がいいよっていうお話です。でこれをなんで話そうと思ったかっていうと、ツイッターの猫界隈を見ててちょっと思ったんですよね。猫界隈でたまにあるのが、クラウドファンディングが立ち上がるんですよ。例えば猫カフェをオープンしたいとか、猫をたくさん保護するためにこの家が欲しいからって言って支援を求めてる人がいると。でそれがよく猫界隈で外猫とか猫の餌やりとかを批判してる、まあ、保全側というか、まあ、割とまともな方の生き物好きの方がこうそれを、まあ、批判するというのがねたまにあるんですよね。で僕はそんなにこのクラファンとかこの、ね、調べてないんですけども、ただまあちょくちょくこう見てる感じではやっぱりなんか多頭買いを起こしそうだなとか、そのお金集めた後のちゃんとしたこの飼育のプランとかお金の流れっていうのがちゃんとできてるのかなって不安になることもやっぱり多々ありますし、あとはクラファンをこうするなんか求めるね、このファンディング求めるページでやっぱりなんか殺処分とか、 なんか命の大切さとか結構その愛護精神の暴走の匂いがプンプンするような結構ページだったりするんで、僕は正直多分批判側の人が正しいケースが多いとは思ってます。そういうのなんか流れで追っててね。ただその批判する側の中にクラウドファンディングそのものに批判的な人がたまにいるんですよ。要は、まあ、物乞いだとか言ってこう批判してる人たちですね。まあ、本人はそのつもりないのかもしれないんですけども、ツイッターの、まあ、短い文面を、投稿の文面を見る限り、クラウドファンディングそのものにこの人は否定的なんだなって捉えられてもおかしくないことを言ってる人がいます。で、これはちょっと違うんじゃないかなというか、なんか本人にとって良くないんじゃないかなって思うんですよね。で理由としては2つあって、1つはその批判っていうのがいずれ自分に返ってくるからっていうのと、もう1つは、まあ、これも1つ目にちょっと近いというかつながってるんですけど、自分がその手段を使うときに使いづらいからなんですよね。どういうことかちょっと順番にお話ししていきます。まず1つ目なんですけども、この批判が返ってくるっていうのは、要はあなたが利用してるものもその批判されてる手段とそんなに実は変わんなかったりするってパターンが結構あるんですよね。例えば、クラウドファンディングをのクラウドファンディングに対する批判の中で、自分で何かするときは自分の金を使えって言って、自分で貯めて自分で稼いで使えって、何人からこうお金をなんか集めてんだってね言う人がたまにいるんですけど、その人はじゃあ結婚式の時にご祝儀をもらわないんですかっていう話じゃないですかねえ、そうなりますよね正直。なので結局クラウドファンディングっていう手段そのものをなんとなく例えば知らないとか、なんか自分が嫌いなやつが使ってたっていう理由で批判したとしても、その手段そのものっていうのは案外その手段の本質そのものっていうのは自分も結構使ってたりするんで、その批判そのものが成り立たないというか、お前人のこと言えねえぞって言われて終わっちゃう可能性が高いんですよ。もう一つ例を挙げるんだとしたら、AKB ですね。 AKB の CD って今も入ってんのかな、僕はもう買ってないんで分かんないですけど、握手券っていうのが入っていて、その握手券を、目当てにたくさん CD を買うと。でそれで握手券をいっぱい手に入れて、握手会でこういろんなメンバーと、もしくは一人のメンバーとめちゃくちゃ握手するっていうのが結構あったんですよね。でそうすると同じ CD を何枚もいろんな人が買うんで、それで、まあ、売り上げが伸びてオリコンとかに結構上位に食い込むようになると。でそれは曲で勝負してないからズルだ卑怯だとかっていう風に言う人が結構いたんですね。これもそもそも本当にその握手券だけでオリコンに食い込めたのかっていう証拠がないっていうのとかもあるんですけども、その批判反論としてね、思うのは他のアーティストさんとかも多分初回限定版とか DVD 付きなんとかとか
なんか A タイプ B タイプとか言って、あの複数の CD をファンに買わせる手段は結構使ってると思うんですね。 AKB だけじゃないんですよ。でそれで、確かに AKB の CD って問題があったはあったんですよ。例えばあの握手券目当てだから CD をバーって買って握手券だけ取り出して、あの残りの CD はなんかあの路上に捨てちゃうとか山に捨てちゃうとかっていう、まあ不届き者がいたんですね。だからそれってあのそういうバカが悪いだけで、 AKB の手法そのものは割といろんなアーティストが多分使ってるんですよ。てか使ってるんですよね実際。そういうことを考えた時に、あの曲で勝負してないからうんたらっていう批判は、いやお前の応援してるアーティストもやってるじゃんで終わっちゃうんですよね。っていう例が結構あるので、その安易に知らないとか、気に入らないやつが使ってるっていうだけでその手段を批判しちゃうと自分にその反論が返ってきて終わっちゃうよっていうのが1個目ですね。でもう1個目は単純に自分がそのクラウドファンディングとかっていう手段を使おうとした時に表立って批判してたりすると、過去に表立って批判してたりするとめっちゃ使いづらいと思いません？で、あのクラウドファンディングって確かにあの昔はメジャーじゃなかったけども、今その金婚西野さんとか、まあ、いろんな人がこう大々的にやって話題になってすごいメジャーになってきたじゃないですか。で今もまさに新型コロナウイルスの影響でお店が潰れそうとか、あの団体がちょっとピンチだとか言ってクラウドファンディングがもう乱立状態みたいな感じになっているんですよ。それを考えた時に、なんだろう、クラウドファンディングを過去に否定してた人っていうのはすごい使いづらいと思うんですよね。まあ仮に頑張って使ったとしても、お前あんだけ批判してたのに使うのかって言って、あの多分相当叩かれると思うんですよ。で僕としては、僕個人としては過去にこう言ってたけども今は考えを改めました、これこれこういうのでこっちが正しいと思いますって言って堂々と自分の間違いを認めて、あの過去の言動と矛盾したことをやるっていうのは僕全然ありだと思うんですね。むしろ過去に自分が言ったことに固執してなんか泥沼化していく人たちよりは全然そっちの方がいいと思うんですよ。なんでかっていうと科学がそうだからですね。あの科学で A っていう説が正しいとずっと信じて主張してたけども、それを完璧に反証する証拠が出てきたらもうすぐに A っていう主張をこうひっくり返さなきゃいけないんですよ、科学っていうのは。そこで俺はずっと A を主張し続けたからって理由でこうその後も A をずっと主張するっていうのはこれナンセンスなんですね。だから主張をひっくり返すっていうのは僕はありだと思うんですけども、世間的には多分なしってされちゃうんですよ。なしってされちゃって、クラウドファンディングをあんだけ否定してたくせにお前はクラウドファンディングをするのかっていうふうに言われちゃうんですよね。で、まあ俺はずっとクラウドファンディングを使わないとか俺は〇〇をしないって言ってもいいと思うんですけども、あのそれ貫けるならね、でも多分貫けないんですよ。こんだけ世の中がいろいろ変わってるんで、あの僕もYouTuber になるなんて、 YouTube ちゃんと始めたの3年前ぐらいかな、もう覚えてないんですけど、なんか YouTube になるなんて思ってなかったんですよ。このサメ社会学者って肩書きを名乗って活動するときに、まさか自分が YouTuber になると思ってなかったし、でもやっぱりいろいろ考えて YouTuber っていうのをやってみて、まあ今すごいいい、あのいい感じに発信活動とかできてるので、自分の中ではいいなと思うんですよね。だからあの時に僕が YouTuber なんて、なんかなんだろう、 Google の手先だとか、なんか小遣い稼ぎのなんたらだみたいなことで、なんか安易によく知りもしないのに批判してなくて本当に良かったなって思ってます。はい、ということで、まとめますと、まあ特定のクラウドファンディング、特定のなんとかっていうのを批判するっていうのは、まあ正当な理由があればありだと思うんですけども、よく知りもしないでクラウドファンディングそのものとかっていうこの手段とかを否定しちゃうと批判が自分に返ってきたりとか、なんだ、結局自分がその手段を使いたい時に使いづらくなるよっていうお話です。
まあ、僕もねスピリチュアルとか、いろんなものをね批判しているので、いつか自分に返ってくる可能性はありますけども、まあ、僕は僕なりに考えてやっているので、まあ、批判するときは、まあ、それなりにね覚悟を持ってきちんと考えて批判した方がいいのかなって思います。はい。まあ、こんな風にですね、こちらの、サブチャンの方ではですね、まあ、ほぼ無編集というか、まあほぼ無編集でフリートークしたりとか、メインチャンネルの方で使わなかった生き物の動画とかをちょっと紹介したりとかっていうのを行っています。なので、まあ、メインチャンネルとかと合わせてこちらも、応援してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならブカ、バイバーイ。